エリック・ドルフィーエリック・ドルフィーはアメリカ合衆国のジャズミュージシャン。マルチリード奏者として卓越した技巧と得意なアドリブフレーズを持ち、それまで主にクラシック音楽界で使用されていたバスクラリネットをジャズの独奏楽器として用い、後のジャズ奏者に多大な影響を与えた。演奏には主にバスクラリネット、アルトサックス、フルートを用いたが、クラリネットや ピッコロも演奏した。その独特な音楽感から時にフリージャズに分類されることもあるが、基本的には音楽理論にのっとり、アドリブを展開していくスタイルである。1928年、ロサンゼルスに生まれる。ジュニアハイスクール時代より、音楽に親しみ、クラリネットに始まり、アルトサックスを演奏するようになる。大学では音楽学を専攻する。 48から49年にかけて、ロイポーター楽団に所属、さらに50から52年にかけてのアーミーバンド時代を経て、ジェラルド・ウィルソン、バディ・コーレットらのバンドに加わり全米各地を演奏旅行した。1958年、チコハミルトン楽団に参加。その後1959年12月、チャールズ・ミンガス楽団に加わる。同時に、ソロ活動も開始した。 1961年にトランペット奏者ブッカー・リトルとの相当コンボを組むも同年10月のリトルの旧姓で頓座。1961年から62年までジョン・コルトレーンのグループで活動し、1963年にはギル・エヴァンス・オーケストラに参加。1964年には再びミンガス・楽団に加わった。同年夏。 ミンガス学団のヨーロッパツアーに参加中、糖尿病による心臓発作のため、西ベルリンにおいて隠し、去年36歳であった。遺品のバスクラリネットとフルートは、ドルフィーの両親からジョンコルトレインに贈られた。ありがとうございます。